みなさん、こんばんは。さかねフラワーチャンネル始まります。このリース、今日ねホームセンターに用事がありまして行きましたら、これがね500円ぐらいで売ってたんですね。あのベースとしてはなかなかしっかりしてできてるので、これをもとにじゃじゃん、こちらを作りましたので、この動画を最後まで見ていただきたいと思います。それでは行ってみよう。さて、ここからですね。マジックいたします。リボンね、これとっても安っぽいリボンなんですよね。これをね、捨てようかどうしようかすごく迷ったんですけれども、まあ YouTuber としてはね、ここは見せどころです。3個重ねちゃいました。はい。はい。3個重ねまして、そしてね、これだけだとちょっとやっぱり安っぽいので、真ん中にこれと一緒についてたデコレーションボール、赤いのね、それをつけました。そしてアトリエにあった黒いねデコレーションボールも足しました。まあなければこの赤のデコレーションボールを3個つけてもいいと思います。ステムね、下に下がってるところをねちゃんとこう V 字カットいたしますね。そしてあの少しね、まあ、ダイソーでいいと思いますが、あの違う色のリボンを少しループして足せば
もうちょっと奥行きのあるメインのねフォーカルポイントのリボンになるんじゃないかなと思います。で、まあアトリエにちょっと伝統的なねリボンがございましたので、それをループして何箇所か足しましたところ、とっても素敵に仕上がりました。ちょっと黒のねデコレーションボールを入れておりますね。もしなければこの3個ねついてるデコレーションボールとか、それから100均にもダイソーにもですね、デコレーションボールはたくさんいろんな色を売ってますので、できれば間違った色がいいかな。ちょっとリボンを足したの分かりますでしょうか。ループして今足しておりますね。ループしてグルーガンでつけてちょんちょんとこう中に入れております。そしてステムも今足しました。まあここがね味噌でしょうか。そしてとっても素敵な緑のグラデーションができておりますよね。やっぱりライトグリーンとかね、それからまあグレーグリーンなんかもあるといいんですけれども、まあユーカリを代用させていただきました。もうホームセンターで買ったこのリースはただただダークグリーンだけで、まあ奥行きのないちょっとチャッチー感じのリースでしたね。これはちょっと人にもあげられないし、お家でも飾りたくないなと思いましたので、これをちょっとリメイクいたしました。この松ぼっくりはねフェイクなんですね。ですからハサミで容易に切れました。もしなければ、まあ、松ぼっくりも100均で6個ぐらいね、6個で100円ぐらいで売ってますから、そういうのを足すといいですね。まあ多少足さないとね、ですから合計まあ1000円ちょっとで立派なリースができましたということでしょうか。いかがでしょうか。皆様もぜひ、まあね一から作るってしんどいですよね。こういうふうにある程度あるものの上にちょっとリメイクするというのはいかがでしょうか。そしてまあほとんどもダイソーのオーナメントをね使わせていただきましたよ。はい、できました。かわいい。まあ、だいたいね一人で作っててもテンション高くなるんですよね。はい、最後までね見ていただき本当に嬉しいです。どうでしょうか。可愛くできましたよね。いかがですか。随分ね最初と変わってきましたでしょう。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、 明日さぬきのブログも毎日ほぼ更新しております。そちらの方もどうかチェックしてください。今白いボンテンを足しましたね。そうするとちょっと明るくなりました。もう明日から師走です。12月、あと1ヶ月しかなくなりました。2021年、ねえ、クリスマスを迎えて、そして大晦日を迎えて年越しそばを食べるという12月です。皆さんお忙しいと思いますがご自愛くださいませ。ありがとうございました。ちょっとでもよかったらグッドボタンと、そして IR コメントお待ちしております。そして今年中に4000名チャンネル登録よろしくお願いいたします。ごきげんよう。失礼いたします。ありがとうございました。